違和感。私もいろいろ送りたいんですけど、どうしたらいいですか？足立区エーデルハイムで調べたら出てきます。で、108ね、そこに送りつけたらいい。うん、家を調べてね。送りたいものあるけどいいの？うん、そしたら配信でネタになるからね、嬉しいよ。たくさん送ってほしい。うん、山田さんにはもうハンバーガーでいいんじゃない？うん、だってある社長いるじゃん。うん、トマさん大丈夫？うん、トマさん、うん、あのエミ太郎映ってバンになればいいのにね、うん、あ、もっこりいらっしゃい。あ、久しぶりやん、もっこりちゃん。何してたの？俺最近ちょっとね、不安なんだよ。だってぼちぼち復活してからもっこりちゃんも見てなかったしね、あの一面がいないんだよ。でも俺も離れちゃってるかもしれない、ぶっちゃけね、リスナーが、うん、ちょっと俺がサボりすぎたから。大丈夫かな、ゼロリスさん。あ、トマさん、アイアンスクたくさんいてね、助かります。あ、エミ太郎が実家に帰って、あの今女の子がいるんだ。そういうことか。もうワンパだな、芸が。で、ルイージハウスに女が行ったりするんだ、今から。そういうことか。で、また、お父さん、あの、しばらくしたら元に戻るんでしょ、多分ね。チェリコいらっしゃい。スガキヤラーメンはどうですか？あ、送ってくれるの？スガキヤラーメンは、現地で食べないとダメ。うん、正直あの、やっぱあれじゃね、やっぱいまいち。あ、それ大丈夫。うん、あ、名古屋の故郷の味ね、うん、全然違うよ。うん、で、551の肉まんは、肉まんとかあの食べ過ぎちゃう、太っちゃうから、やっぱ遠慮しとく。うん、俺が今欲しいのはやっぱ財布とかね、うん、リュックとかが欲しいかな。でもそれ高いから無理でしょ、みんな。うん、で、ちょっと今使ってる財布が12万ぐらい、14、5万するかな、プラダの。まあ、それぐらいがいいけど、うん、まあ、自分で買うよ、うん、自分で。うん、まあ、リスナーにお願いすることじゃないから。え、どこのが？え、プラダが好きだけどね、俺は。シンプルなやつが。俺はね、うん、カジュアルなやつが。うん、で、リュックとかもちょっとおしゃれなやつが。うん、プラダとかはいいけど。リスナーにね、もらったもの大切するからね、やっぱ。うん、リュック選ぶ。うん、だからあのね、こうね、これは似合わないわな、こう手で持つようなのは。うん、やっぱ肩にかけたりとか、そういうやつのがいいと、俺は。で、1000万プレイヤーって言うけど、もうそれ過去の話だからね。うん、あの時代変わるんだよ、時代は。今は酒飲みまゆちゃんがすごいじゃん、まゆちゃんが。でしょ、うん、勝てるの、まゆちゃんに。
イベントとか。すごいよあれ。あのハーゲンダッツさん。でもまゆちゃんも、もう一個一個一個ずつのもうファンタにお礼しないレベル、お礼できないレベルだから、ずっと雑談しながらね、倍が出たファンタにちょっと、ああ倍とか言うぐらいよ。すごくない？なんかね、興奮もしてなかったファンタに。俺は結構クールな方だけど、ファンタには結構俺興奮しちゃうけど、すごいなんかクールな感じだったね。ひーちゃんいらっしゃい。キャロコちゃんもね、いらっしゃい。チコちゃんの方が、いやうちのね、チコちゃんもすごいけど、ヤッホー。あ、初コメいらっしゃい。だから今月あの過去最高マンスリーいっちゃうね。あれ多分今まで一番すごいポイントになるんじゃない、ここだ。今までが多分2400万ポイントぐらいじゃなかったっけ。2200万ポイントだよ。無料アイテムも少ないから、あ、小吉の2500万ポイントなんて、あと300万ポイントぐらいでいっちゃうんじゃない。だからもうしばらくこのまゆさんの時代が続くと思うよ。現状三浦さんもすごいけど400万ポイント離れてるからね。だからもう閲覧が全てじゃないんだよ。だからもう女王だよ、女王。まえちゃんが、何この子、斉藤さん出身なの？そうなの？ハーゲンダッツさん、三浦さんが、いやそんなことないと思う。そんな器ちっちゃい人じゃない、だって三浦さんにも投げてるっていう噂あるよ、ハーゲンダッツさん。まえちゃんがやってない時、三浦さんにも投げてるんだよ。だって三浦さんのとこに帰りますってコメントしてたもん。投げてないの？あ、嫌いなの？ってことは、来月三浦くんにかぶせたらいいんじゃない？三浦さんにかぶせよ。そうしようよ。だからこれが、こう時代に沿ってやっていかないといけないから。だからそういうの大事なんだよ、本当に。だってよくあるのが、リスワンも、ね、例えばペガコと戦ったらさ、向こうのアンチが流れてきて応援されるじゃん。そういう現象あるでしょ、ふわっちって争いが好きだから、もうそういうサイトだからね。で俺もハーゲンダッツさん投げてもらったよ。ハーゲンダッツさん、でもやっぱシュリちゃんとか、やっぱ女の子は好きなんじゃない？ハーゲンダッツさんね、多分女好きなんじゃない？じゃあシュリちゃん女の子でしょ？やめなよそれ、女の子なんだから。
ここ心で判断してあげなよ。あ、政治も投げてもらったんだ、だからシュリちゃんがプラチナプラスに駆け上がったのはやっぱそういう存在、山田部長はある社長でしょ。やっぱりこうリスナーさんとの出会いで目まぐるしく変わるんだよ、俺もマンスリー1位取り出したのってね、もう今いないけどドカノメちゃんとかね、ケイちゃんとかねいたんだよ、すごい人が、そういう出会いで変わるんだよ、そういう出会い、運命的な出会いあるから配信者って、いやそこまでは踏ん張らないとダメなんだよ配信って、踏ん張らないと、だって先月とかチポちゃんとかマミちゃんとかね、俺もいろんな出会いを重ねてるでしょ、スーちゃんとか急に現れるから、急にで、だからそういう人に来てもらうように普段いるリスナーさんと楽しい枠の雰囲気作りしないとね、でマミちゃんに昨日送ってもらったよ、でマミちゃんがね昨日お化粧してね真っ赤な口紅塗ってた、なんかちょっと違ったね、ですごい優しかったよマミちゃん、なんか、でマミちゃんは最近もうふわっち見てないって言ってた、つまんなくて、だからちゃんとやってって言われてた配信を、で最近また大阪来て見出したけどそれまであんま見てなかったっすね、また最近見出すんじゃない、配信つけないとね、そんな時も、でもちょっと心配だな俺、22日は、絶対酔っ払っちゃうでしょ、で片っ端から誘ったら俺ちょっとすごいね配信者も来るんだよ、これちょっとシークレットにしとくけど、え、この子来るのっていう子も来る、え、こういう場に来るんだみたいな、え、奈々ちゃんは既読無視するんだけど奈々ちゃんって来てくれるの、奈々ちゃんじゃなくて、え、藤沢さんって来てくれるの、藤沢さんいい加減にしてよ、乳首出してさ朝から気分悪いんだよ、あの人が体操服着てね乳首出してさやってるんだよ、気分が悪い、申し訳ないけど気分が、なんかモンドリさんって本当に優しいね、適当に送ったら来てくれるんだ、優しくないモンドリさん、で今回ねみんなあのケチ継ぐにねちょっとお金使わせるから見てて、いつもあの3000円すら払わないあいつにねちょっと 2,3 本使わせる、ケチ継ぐに、来るなら、ね、いや返信くれないシカトして、なんかねあのアキコママがタクマに働かせるって言ってるけど俺はユージがいい、これは言っといてほしい、
だってタクマにが働くって俺の売り上げから給料払うってことでしょ。うん、やだよね。うん、毎日パコパコしてるやつに給料なんか払いたくないよ。申し訳ないけど、うん、前のマンコペロペロしてるんでしょ。どんな気持ちで俺給料払えばいいの。うん、で決定的にムカつくのがツナがね、ゼロワンさん顔かっこいいって言ったんだよ。そしたらタクマがね、で顔似てるって言ったん、タクマとちょっと。そしたらタクマがあんゼロワンと一緒にするなよとか言って、こう髪の毛かき上げて、キモくないあいつ。うん、大して変わんないからお前顔のレベルね、お前かっこいいと思ってるか知らないけど言うほど変わんないからね。お前イケメンキャラで売ってる無理だよ、はっきり言って。うん、大差ないよ、申し訳ないけど。たくまさん、うん、なんかモテる風出すけど最近ね、リスナーもね、かっこいいとかでチヤホヤしてるけど、うん、俺の方が色気あるよね、リスナーさんね、うん、俺の方がいいよね。引退したのは前と付き合ってるからじゃないの。うん、女が付き合ってる時に女と絡まないでぐらいって言われたからね。うん、やりまくっちゃう。まゆちゃんも年頃だからお盛んでしょね。30ちょっと前半とかってもうムラムラして仕方ないでしょ。女の子どうね、違う、うん、男はちょっと落ち着き始めるけどね、30で。女の子は逆にもう盛んになるでしょ。うん、もうチンコの言葉が考えちゃうんじゃない、女の子は。で40代がもう全盛期だよ。うん、もうオナニーしないと寝れないらしい、40代の女は。うるせえ小倉周平、小倉周平うるせえこの野郎、小倉周平うるせえこの野郎、落選しろ。何が小倉周平だよ。つか選挙とかしてる、みんな選挙、選挙行かないとね。だって日本の政治って何も変わらない。だってあれさ、詐欺じゃん。いいことばっか言うじゃん、公言してさね。何一つそんなね、国民のこと思ってないじゃん。じゃない、うん、どんどん日本オワコンなんだよ、うん、政治家なんか信用してないね俺は、はっきり言って。どっちかっつったらもう知名度が優先してさ、有名人がなったりするじゃん今。どうなの、うん、ね、海外に逃亡してる人がなったりね、うん、おかしいでしょそもそも。
人気投票は、うん、オークスやるんか、もう競馬やらない。50万負けて35万負けたでしょ。85万負けたから、もうこの辺にしとかないと熱くなっちゃうからね。取り返そうと思うでしょ。で、85万取り返そうと思ったら結構な勝負しないと無理でしょ。そしたらもう100万、ね、150万。で、下手くそだから、うん。だってさ、自称うまいって言ってる人すら外れてるじゃん。無理だよね、競馬って。うん、勝てない。取り返せない。無理だよ。だから俺はもうほんとね、だからこの前も正二に乗って当たったでしょ。うん、だから自分で考えても外れるから難しい、うん。やらない方がいい。給料制だし。うん、で、大阪でも多分俺30万ぐらい使ってる。25万とか。ホテル代とか全部合わせてね、うん、お金使いすぎてる、うん、だからちょっとまたお金はあんま使わないようにしないと、うん、で収入が大してないくせに今月は使ってるから経費じゃない部分もあるよそりゃ、うん。あ、ポテトさん、おはようございます、うん、かやくさんの家決まったよ多分ね。結構いい家、あ、言っとくよ、この家より全然いい、綺麗、うん、羨ましいなと思うぐらい、うん、すごいいい家、うん。だから、かやくさん、なんか、イメージ変わっちゃうかも。うん。領収書、うん。2部屋、4部屋あるね。うん、4部屋。あ、ちょっとあんまペラっちゃダメだわ。昨日、マルハンって言っちゃって、で俺も気をつけないと。うん。市長さんとのコラボ見せてください。あー、ありがとうございます。すいません、ななちゃん、機長、小前くんが好きなんでしょ。プロフィールに俺の名前が入ってないからあんまりそうやって言われても乗り気じゃないかも。うん、ななちゃん、小前くん、機長くんでしょ。うん、俺のことは好きじゃないから結局機長くんとコラボしても機長くんのキラコメばっか多分打つから、うん、俺のこと好きだったら両方に打ってくれるけど、うん、機長くんのキラコメばっか打たれても困るから、うん、で細かいってそうじゃん、うん、そうでしょ、うん、そういうのも考える。はい、今回ありがとうね、みなちゃん。でもね、個人的に好きだからね、うん、市長さん服も買ってくれ、優しいよ、うん、市長さん誰とでも多分合うんじゃない、そういうタイプだと、うん、だから俺と一緒だと思う、タイプ的に誰とコラボしても合うと思うね。うん、いや、松平にも優しかったと思うよ、うん、松平にも、うん、Tシャツ似合ってた、黄色似合うんだね、黄色、黄色って似合うから黄色の服もちょっと取り入れてこよう、行こうかな。いつもね、やっぱ黒とかね、あの紺とかね、好きなんだよ、うん、だから黄色は結構似合うかも、うん、
あ、まのちゃん何？色白は黄色に合うの？色白いからね、俺、うん、で、こう綺麗でしょ。で、こっち側が腕毛が汚いんだよ。うん、こう汚いでしょ、腕毛で。でも、こうすると綺麗なんだよ。すごく手綺麗じゃない？リスナーさん。で、俺肌弱いんだけど、で、顔ブツブツだけど、あと綺麗なんだよ。顔だけなんだよ、ブツブツ。まさきいらっしゃい。こう日焼けも取れないね。で、俺ね、あのやっぱり今年もやっぱ遠旅しようと思う。閲覧とかぐだったりとか話題性がなくてね、うん、それでもやっぱ毎年の恒例だから、で、次大阪編ね、うん、歩こうかなって。俺も決めたね。あのまず親父の墓参りして、そっからね火薬の家まで歩こうかな。その頃にはどうせ特定されてるから、うん、そうしようかなと思って。で、あとあの慶之助選手にお願いしてね、1週間が合宿、これは来月取り入れたいな。1週間合宿してくるね、鍛えられてくる、うん、で、格闘技もちょっと頑張る、うん、だってあの田舎さんってあの会長いたじゃん、林会長のさ。で、息子がちょっとボクシングやってるじゃん。やっぱ怖かったもん、うん。で、あれも情けなかったからちゃんと鍛えるよ、うん、あの角刈り怖いじゃん、な反射みたいな。はい、お疲れ様です。ポテトさんね、アライアンス。あ、これあの子かな、あの リタと一緒にいた人、ま、マクナ、なんとかさん、うん、じゃないの。一緒に機長くん、とつきた子じゃないの、この子。で、リタ君もね、いい子だしね。アリスワン取れたんだ、うん、案外伸びるかもね、リタさんね、うん、また友達っつうか人脈が少し増えたわ、うん、人脈が、うん、あ、応援してた。あ、このポテトさんはじゃあの逃したね、チャンスを、うん、やっぱああいうとこでグイグイ来ないとやっぱチャンス逃しちゃう、うん、多分リタはもうファンできてるんじゃない、うん、リタくんは、うん、だから仕事も辞めたらしいよ、うん、今のままじゃ多分厳しいかな、うん、色がないからね自分の、うん、あのいい人なんて誰でもできるから、うん、一人でやっぱ面白い配信ができないと厳しいんじゃない、うん、いい子だけどね、うん、いい人だけでは無理だと思う、うん、だってあの成功してる人っていい人じゃないもん、うん、みんな性格悪い気がする。そんな気がしない、みんな、うん、どう、あのいろんなプラチナプラス見てみなね、うん、そんないい人でね、なんかいい人キャンペーンするだけじゃ生き残れない、はっきり言って、うん、だって踏み台にしないとね、結局、うん、
だって人をやっぱ利用しなきゃいけない時ってあるじゃん。ね、利用されてばっかりじゃやっぱ無理でしょ。うん、結局は、うん、利用する側にならないと無理なんじゃない？いや、クズじゃなくてもいいんだけど、まあ、クズっていうのは簡単で、もうキャラが成り立つから、そのキャラが立つじゃん。だから楽だよねっていうだけで、うん、クズじゃない方がいいよ。クズじゃない方が。